食前に食べるだけで痩せるおすすめレシピ3選お伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるための情報をお届けしております。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てくださいね。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。そちらもお受け取りください。それでは今回のテーマは食前に食べるだけで痩せるということで美味しいレシピをお伝えしていきますね。まず一つ目の項目、なぜこのレシピは痩せることができるのかということで、その理由についてポイントをお伝えしていきます。4つあります。一つ目はこのレシピはあなたの腸内環境を整えてくれる材料でできているからなんですよ。とっても大事。痩せるためにはもうまず何をすればいいと思いますか？いろいろありますけれども、もう大前提をちゃんとクリアしている必要があるんですよね。それがあなたの腸内環境が整っているかいないかにかかっているわけです。ですからあなたが腸内環境を整える工夫、食事ですよねをされると、あなたの腸内にいる痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちの種類が増えて、そして元気になっていつまでもあなたの腸にこう居続けてくれるような、そういったこう生活環境ですね、あなたがこう作ってあげる必要があるわけですよね。これがないのにいくらいろんな努力をしたとしても、あなたは根本的な痩せ体制とはね、生まれ変わることができないと言っていいぐらい大事なことなんです。では2つ目です。このレシピはですね、あなたの血糖値の急上昇を抑えてくれる効果が高いからなんですよ。いかがですか？誰しもですよ、お食事って取りますよね、もちろん。でも食べれば必ず大なり小なり血糖値って上がります。その時にですね、急上昇してしまう時にそのデブホルモンがいっぱい出てしまって太るわけですよね。いかにこの急上昇を緩やかに抑えることが食べる前から作っておけるかっていうね、ここがとっても大事なわけです。なので今回のお話のテーマは食前に食べるだけでっていうところは、そこがポイントになってくるわけですね。食べる前にその血糖値の急上昇を抑えてしまうっていうことがポイントです。そして3番目です。脂肪燃焼効果がとても高いです。いかがですか？もうどんどん燃やしてほしいですよね。溜め込んできたこの体脂肪ですよ。あの脂肪ってですね、そんなやすやす簡単に落ちるものではないんですよね。なぜかというと、一回溜まってしまったら溜め込むってね、あの言い方が一番わかりやすいと思うんですけども、溜め込んでないにもかかわらず食べますよね。食べます。そうすると食べたものからエネルギーを使っていくので、溜め込んだ脂肪をあなたが生きていく上でのエネルギーとして使う必要がないわけです。なのでいつまでも消費できないまま溜め込んで溜め込んで溜め込んでっていうことになるわけですよね。ですからこの溜め込んだ脂肪をまずはこれ以上増やさない、もしくは溜め込んだ脂肪をどんどん燃やしてくれる効果が高いものを選ぶ必要があるんです。じゃあ4つ目です。あなたのお体の質を弱アルカリ性に戻してくれる効果が高いからなんですね。なぜかというと、太っている方のお体の中って酸性に傾いている方がほとんどです。なので太っていらっしゃるんですよね。あのいろんなもの、まあ、例えばそうですね、まあ、甘い白砂糖が入っているものとかお肉とか、一気に体がこう酸化する、酸性の方に傾いてしまうものってやっぱりありますよね。そういったものを食べ続けている方っていうのは、もう体が酸性になってしまっている。そこを放っておくと、酸性の状態ではあなたの腸は元気に動きません。なので腸が元気に動いてくれて痩せ体質になるためには、あなたが常に体の中が弱アルカリ性に保っておく必要があるわけですよね。でもどうしても誰でも食べたらちょっと酸性に傾くようになっていますから、そこを放っておかずに一気にアルカリに戻ってこいってね、こうよいしょっと引っ張ってもらえる効果があるのがこのレシピになります。そして太らない食べ方のワンポイントアドバイスなんですけれども、やはり痩せるためにはいかにあなたがこの血糖値のコントロールをうまくご自分でできるかできないかということにかかっているんですよね。もっと詳しくお伝えしますね。まず誰しも食事をとれば血糖値って上がります。これ困りますよね。やっぱり上がらないとパワーがね取れませんから、それ大事なんですけれども、これが上がりすぎるのが問題なわけです。なので血糖値が上がってしまうと、これを下げようってするために膵臓からデブホルモンと呼ばれるそのインスリンがどんどん分泌されます。でこの
血糖値を、ね、下げるだけで終わってくれれば良いものをですね、このインスリンが何をしてくれるかというと、あなたの血液中 その食べた時に取ったその糖分をですね、わざわざ脂肪に変えるっていう、この仕事をね、まあ、やらかしてくれるわけですよね。なので本当はこんなことしてくれなければ、あの脂肪が溜め込まずに済むんですけれども、でもこれはこれでね、生きてるけどもちろん ある一定の割合は大事ですから必要なんですけれども、これがどんどん毎日毎日過剰にですね、この糖分をわざわざ脂肪に変えるようなタイミングをあなたがもし多く作っているとしたら、やっぱり太ってしまいますよね。なのでおすすめは、食べるたんびに何かしら大なり小なり血糖値って上がるわけですよね。そこを抑えるたんびにインスリンが出るわけですから、私のこの腸活 そのダイエットの観点からお伝えする方法としたら、やっぱりしょっちゅう口に運ばないってことです。なぜかというと、もうダラ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 食べてるっていうことは、そのたんびにあなたはわざわざこうデブホルモンを出してるわけですよね。そうすると、このデブホルモンを出す機会、回数が多くなるわけですよ。なので、例えばそんなに量を1日トータルで見れば食べてないのに、もしあなたが1日中止まることなく、その少量ダラ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 とですね、ずっと空腹時間がないような食べ方をしてらっしゃるとしたら、食べてらっしゃる方よりも太りやすいということです。なぜかというと、あなたはどんどんこのインスリンを出す機会をいつも食べることでしてるからということですよね。なので食べる時間、食べない時間っていうのをくっきりですね、もう白黒はっきりつけた方が私はいいと思います。そうすることで、このインスリンの分泌を抑えることができますから、あの量も大事ですが、食べ方、回数も大事ですので、気をつけていきましょうね。では2つ目の項目です。何をということで、今回は食前に食べるだけで痩せる効果が高くなる、その食べ物の材料があるんですよね。それは何かと言いますと、今回使うというのはリンゴ酢になります。リンゴ酢は脂肪燃焼促進効果が高くって、しかもあなたの代謝をどんどん上げてくれて、結果脂肪をつきにくくしてくれますし、プラス先ほどお伝えした血糖値の急上昇もぐっとね、押すって抑えてくれる効果があるんですね。なので食前に食べると太りにくくなって、で結果デブホルモンも出す必要もなくなって、まあ、痩せることができるということになるんです。そして数多くあるお酢の中でも、もしあなたがダイエットに特化したいってことであれば、やはりリンゴ酢がおすすめなんですよね。なぜかというと、リンゴ酢が一番お酢の中で酢酸の働きが強いんです。そうすると腸の動きがもっともっと良くなって、あなたは腸内環境が整って痩せ体質へと生まれ変わることができるということになるんですよね。でまたお酢は満腹感を得やすいので、暴走してしまう食欲も抑えてくれますし、またカリウムが豊富ですから、むくみ改善効果もあるんです。ただしここで注意点です。どんなリンゴ酢でも痩せるのかって、そうじゃないんですよ。痩せるリンゴ酢ってあるんです。その選び方ポイントなんですけれども、原材料名がたった一つだけでできているもの、それは何かというと、リンゴ果汁 100% のみで作られているものを選びましょうね。でまたできれば有機栽培やオーガニックなどの JS マーク認定の良いものを選びましょう。でもちろん無添加です。香料、着色料、保存料、余計な甘味料などは完全カットの良いリンゴ酢を選びましょうね。ではここから具体的なレシピ3選お伝えしていきたいと思います。3つ目の項目どのようになります。まずレシピ1つ目はリンゴ酢湯になります。1人分です。まずお湯を 200ml ご準備ください。できれば天然水がいいと思います。であと先ほどお伝えしたリンゴ酢の良いものですよね、の大さじ1と、あと蜂蜜、こちらも無添加の蜂蜜をお好みで、必要な方は小さじ1/2程度入れてください。以上の内容を、材料ですね、よく混ぜたらもう完成です。で私はこのリンゴ酢さゆはですね、例えば夕食の時に体がこう酸化しやすい、お肉料理とか出る時ありますよね。そういう時にはしっかりと体が酸化しないように、食前にこのリンゴ酢さゆを飲みながら、お食事いただきながら、また途中で飲みながらということをしています。そうすることで酸性に傾く体を弱アルカリ性にとね、このリンゴ酢の力で私戻して食べてるんですね。そうすると体質も痩せ体質のその弱アルカリ性を保ちつつ、また血糖値の急上昇もこのリンゴ酢さゆで抑えてくれますから、私はいつ飲むかっていうと、その体が酸性に特に傾く食事のメニュー、お肉とかですね、そういった時に飲むようにしてます。もしくは朝一番で飲む時もありますけれども、あんまり空腹時に一気に飲んでしまうものではないので、私は夕食の前によく飲むことが多いです。
そしてこのリンゴ茶油のまあ注意点なんですけれども、茶油ですか温かいんですが、例えば作った後にキンキンに冷やしてとかですね、氷入れてとかいうことはしないでくださいね。なぜかというと常温や本当に飲む方がダイエット効果が高いからです。冷たいものを飲んだり食べたりしてしまうと腸が冷えてしまって太ってしまいますから気をつけましょう。そしていくらいいものといっても1日あたり大さじ1杯から2杯のリンゴ酢で収めましょうね。飲みすぎてしまっては NG です。でまた胃がちょっとお弱い方とか胃の調子悪いなっていう方はですね、空腹時は避けた方がいいですね。ちょっとお休みしてみてください。でまたそのリンゴ酢を取ってですね、すぐに歯を磨かない方がいいですね。ちょっと酸性が強くて溶けやすいのでエナメル質がですね、なのでリンゴ酢を取った後はだいたい30分過ぎた後から歯を磨かれるといいと思います。はい、では2つ目のレシピはこちらです。酢キャベツになります。で材料です。キャベツ1/4、リンゴ酢 100ml、 天然のお塩小さじ1/2、あとは保存袋、ピリとねチャックができる保存袋が1袋と保存容器を1つご準備ください。でこの酢キャベツの作り方、実演交えた詳しい動画また別動画でご準備していますので、もっと詳しく知りたい方はそちらご覧くださいね。ここでは簡単に作り方をお伝えしていきます。キャベツはお好みで千切りかざく切り乱切りでいいと思います。でそこにリンゴ酢と塩をご準備いただいていると思うので、保存袋ジッパーの袋ありますよね、その中にこの材料すべて入れてよく揉んでください。でよく馴染んだら、あとはできれば瓶の保存容器、しっかり蓋が閉まるものをご準備していただいて、そこにしっかり詰めていただいてですね、だいたい冷蔵庫で1、2週間は持ちますけれども、私はもうこれ毎食ですね、朝ごはんにいただいてます、食前ですね。そうすることで、先ほどの効果をがっつりとねいただいているわけなんですけども、やっぱり毎日召し上がっていただくためにも結構作り置きもできますし、このレシピすごく便利ですのでお役立てくださいね。では3つ目のレシピです。リンゴ酢納豆になります。1人分です。納豆パック1つ、そしてリンゴ酢大さじ1、塩麹大さじ1/2だけで簡単に作れます。以上の材料も混ぜて召し上がっていただくだけなんですけれども、私はこのリンゴ酢納豆やっぱりね、朝ごはんにいただくことが多いですね。朝からしっかりこのリンゴ酢の効果と納豆のね、こういった発酵食品の効果と、あと塩麹もこれ発酵した調味料ですからすごく腸にいいんですよね。そういった形でもうとにかく全部腸活メニュー、腸を整える材料を使ったメニューということで美味しくいただいています。で朝からですね、やっぱりこのようなメニューを取られますと、もう疲れ知らずで一日ねパワフルに活動できますから、あなたもぜひね、よければ朝ごはんに召し上がっていただくのがおすすめです。さあ、いかがだったでしょうか。今お伝えしましたレシピ3選の詳しいその効能であったり作り方、実演を見たいという方はですね、それぞれ別動画がございますのでご参考にされてみてくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。